1577年頃に描かれたサーマーティン・フロビッシャーの肖像サーマーティン・フロビッシャーはイギリスの航海者、死略船船長、探検家。死略船に乗ってフランス船などを襲い多くの富をイングランドにもたらした。北西航路の探検を始めた後は3度にわたり現在のカナダバフィン島を訪れ航路よりも金の採取に熱中したが、結局採取した鉱石は 金ではなくただの気鉄工だったことが分かった。1588年のアルマダの海戦では、スペイン艦隊の撃退に対する貢献から借位を送られている。フロビッシャーは、ヨークシャー西部のノーマントンにあった14世紀以来の旧家で、父、バーナード・フロビッシャーとナイトの家系出身の母のもとに生まれた。父が早くに亡くなったため、母はロンドンに住む。 弟のサージョン・ヨークのもとに息子を送り教育させた。フロビッシャーは学問はほとんどしなかったが勇敢さをオジ・ヨークからも認められていた。1550年、ヨークはフロビッシャーを船乗りとして育てることとし、1553年にはヨークが出資するギニアへの航海にフロビッシャーを送り出し、フロビッシャーは生還した。翌1554年にもギニアに、 公益の航海に出たが、彼はここで、ポルトガル人に捕まり数ヶ月間捕らえられている。1559年には結婚している。フロービッシャーはギニアからの帰国後、死略戦の世界に身を投じた。やがて数年後にはイングランドでも、最も大胆で、不届きな海賊の一人として知られるようになる。1564年の海事裁判所の記録では、 彼の名は、スペインのフェリペ王にも知られており、ジョン・ホーキンスと同じくらい憎まれているとある。やがて彼は、イングランド女王エリザベス一世の宮廷に接近し、女王のための任務に就くようになる。1571年には、アイリッシュ海で合法的な警備活動を任され、フランス船やポルトガル船を襲う一方、女王が進めていたアイルランド征服の軍事活動を支援した。 フロビッシャーは1560年頃から北西航路の探検航海を受けようという決意を持っており、友人らの前に地図を広げてアジアにある富とそこに行く最大航路を解いていた。サー・ハンフリー・ギルバートンの航海記録では北アメリカ大陸の北端を回って中国やインドに向かう最短距離の航路があるはずだとされており、フロビッシャーも大きく影響を受けている。このため、 フロビッシャーは1575年頃からロンドンの有力者たちを回って探検公会の講演を行ってくれるよう働きかけている。フロビッシャーはイングランド商人の出資を集めた直居会社でロシアの北を回って中国に向かう北東航路へ多数の探検家を送り出していたモスクワ会社を説得しその免許を受けることに成功した。彼は モスクワ会社のマイケル・ロックの支援を受けて3隻のバークによる戦乱を組むための資金を集めた。この3隻は20トンから25トンの大きさのガブリエル・ゴーとマイケル・ゴーおよび10トンほどのピンネース1隻であり総数39人という規模であった。フロビッシャー一行はロンドン東部にあるテムズ川の河口ブラックウォールで怒りを上げエリザベス1世時期時期の見送りを グリニッチで受け、1576年6月7日に出版し、シェトランド諸島を経て、西方の海に向かった。嵐の中でピンレースは失われ、7月11日にグリーンランド付近でガブリエル号とマイケル号もはぐれてしまった。氷と嵐に恐れをなしたマイケル号は、結局戻り、ロンドンに9月初頭に寄港している。ガブリエル号はそのまま航海を進め、 7月20日に、レゾリューション島を発見し、クイーンエリザベースズ・フォアランドと名付け上陸した。数日後、ガブリエル号は、バフィン島のフロビッシャーワンワン港に到達したが、氷と風によりこれ、以上北への航海ができないと感じたフロビッシャーは、西のフロビッシャー湾内へと船を進めることにした。彼はこれを海峡だと信じ自らの名を冠して、フロビッシャー海峡と名付け、 その反対側の海へ出ようと考えていた。これが海峡でなく湾だとはっきりしたのはアメリカ合衆国の北極探検家チャールズ・フランシス・ホールによる1861年の航海の時である。しかし湾は行き止まりとなり8月18日に一行はバフィン島に上陸する。ここで彼らはイヌイットラと遭遇した。 フロビッシャーはそのうちの一人を案内人として周囲を探索し案内人を海岸に送り返す際に部下5人をボートに乗せて送り出した部下には現地人にあまり接近しないよう指示していたが彼らは指示を破りおそらくイヌイットに捕まったとみられる数日間の捜索で部下を見つけられなかったフロビッシャーは案内人であったイヌイットを捕虜として 行方不明になった部下を返さない限り解放しないと、イヌイットたちを脅した。しかし、結局部下は戻らなかった。イヌイットの伝説では、行方不明になった部下たちは、イヌイットの一員となっており、数年間暮らしたが、手製のボートを作ってバフィン島を出ようとして、死んでしまったという。バフィン島を出た、フロビッシャーノのノル・ガブリエル号は、10月9日に、ロンドンに寄港した。 マイケル号の寄港後、ガブリエル号もフロビッシャーも行方不明になったとされており、彼らの寄港はロンドンを熱狂させた。彼らが急いで持ち帰ったものの中には黒い石のかけらがあった。金属の分析家たちはこの功績に興味を示さなかったが、フロビッシャーの相談を受けた4人の専門家のうちの1人が、これには金が含まれているとおだてて喜ばせた。フロビッシャーの支援者である、 マイケルロックやモスクワ会社はこの相談結果をさらなる航海の投資集めに利用した。翌1577年1回目の航海より大きな船団が組織された。女王は海軍艦船営土号を新設されたキャセイ会社によりさらに1000ポンドを探検費用として支出した。キャセイ会社は女王からの直挙を受けた直挙会社で東方以外の 全方位への航海の独占権を与えられた。フロビッシャーは、この航海で発見するすべての土地と水面の司令官となることが認められていた。バフィン島のフロビッシャー湾。湾の入り口の左にレゾリューション島がある。湾の南岸の半島は、エリザベス一世が名付けた地名にちなみ、メタイン国にいた半島と呼ばれている。その南が、 ハドソン海峡1577年5月27日、ガブリエル号とマイケル号に加えて、大きさ200トンのエイド号が加わった150人の艦隊は、ロンドンのブラックウォールを出港し、スコットランドから北へ向かい7月17日に、フロビッシャーワンワン港に到達した。数日後に、ワンの南岸の一帯は、女王の名のもと、イングランドによる領有が宣言された。 その後数週間、一行は、鉱石集めをして過ごした。フロービッシャーが受けた指示は、第一に、金鉱石を集めること、鉱石が見つからなかった場合は、船の一部を本国に返して、残りの船で、北西航路探索に出ることであり、最初の航海の目的であった、北西航路発見は後回しであった。イヌイットラとの交渉や、圧力も前回以上に発生し、彼らは、 イヌイットの男女3人を人質にとってそのまま、イングランドへと連行した。前年行方不明になった部下の捜索も行われたが、成果はなかった。彼らは8月23日に出港したが、途中で嵐に、愛戦団はバラバラになった。船足の速いエイド号が9月23日に、ウェールズ南部のミルフォードヘイブンに到着し、ガブリエルとマイケルはブリストル及びイワイト島北部の、 ヤーマスへと遅れて到着した。フロービッシャーはウィンザー城で女王に越見し、感謝の言葉を受けた。彼らが持ち帰った200トンもの金鉱石を分析するのに多大な準備と費用がかけられた。その分析には時間がかかり、その間にこの鉱石をめぐって様々な争いが持ち上がった。 精錬技術者はこの功績の価値を低いものと断じ、キャセイ会社の出資者はそんなことはないはずだと反論し、三度目の後悔を企てた。功績の正体をめぐる争いにもかかわらず、新発見の土地の富や生産性に対するエリザベス一世や出資者の信頼は厚かった。エリザベス一世はこの土地にメタインコグニータと名付け、100人規模の高級的な 植民地建設のために必要な人員や資材を運ぶため、より巨大な船団を用意しようとした。フロービッシャーは再度女王の命を受け、女王は首から金のネックレスをほどいて彼に与えた。1578年6月3日、帰還営土号をはじめとする、計1 5隻の大船団がプリーマスを出て、英仏海峡を経て北に向かった。今回の目的は、 北西航路ではなく、完全に金の採集と植民地建設であった。彼らは6月20日に、グリーンランド南部に着いた。フロービッシャーは、最初の航海の際からこれを、グリーンランドではなく、大西洋の地図に書かれていた実在しない島、フリーズランドだと信じており、これに、ウエストイングランドと名付けて、女王の名の下で領有を主張し上陸した。7月2日、 フロビッシャー湾の入り口の陸地が見えてきた。しかし危険な海氷と荒れ狂う天候のために上陸できず、しかも100トン級のバーク船、デニス号が難破してしまった。乗組員は救助されたが、入植地建設の資材である材木が失われたことが大きな痛手となった。船団はそのまま南へと流された。彼らは西へ向かって海峡を60リーグも進んだものの、 一行はやがてこれがフロビッシャー海峡ではなくその南にある間違った海峡だと気づいた。フロビッシャーはなおもこれがフロビッシャー海峡だと主張したが最後にはいやいや間違いを認めて引き返した。この間違えた海峡が現在のハドソン海峡であり、フロビッシャーは後にこれが北西航路につながっているのではないかと述べている。さらに一石が意見の相違の上。 イングランドへと帰ってしまい、7月末に一行はようやく、フロビッシャー湾南部のカウンテス・オブ・ウォリック湾に集結して、怒りを下ろした。入植地の建設が始まり、前回以上の量の鉱石が集められた。しかし、資材不足から越冬用の建物が十分に建てられず、一行の中で不満や反対の声が渦巻いた。結局、フロビッシャーは、 高級植民地建設を諦め、8月末に13隻の船で鉱石を満載して10月初めにイングランドに帰国した。この1000トンもの鉱石の精錬のために、ダートフォードに建設された精錬工場で精錬が始まり、金を取り出す作業が少なくとも1583年まで続いた。しかし、結局この鉱石が見かけが金に似ていることから、愚者の黄金と呼ばれる。 無価値な気鉄鋼であることを出資者も認めざるを得なくなった。鉱石は道路の舗装材に使われ、キャセイ会社は破綻した。大失敗に終わった1578年の航海の後、出資者らから突き上げを食らったフロビッシャーは、1580年にイングランド海軍のキャプテンとなり、アイルランドを支援するスペイン戦と戦った。フロビッシャーは1581年以後、 希望を見ぬよ回ってアジアに向かい、さらに北西航路を反対側の太平洋側から回ってヨーロッパに帰るという4度目の航海計画を立てたが、結局計画だけで終わってしまった。しかし彼は当時のイングランドでは北極探検の権威とみなされ、その探検記録はスペイン語にも翻訳されたほどだった。1585年、イングランドとスペインは、 実質的な戦争状態に突入した。フロビッシャーはサーフランシス・ドレークの西インド諸島遠征に副官として加わった。25隻のアク船からなる戦団は西インド諸島のスペイン植民地を荒らし回り、要塞などに打撃を与え、1586年夏に大量の財宝と共に帰国した。1588年には、 スペインの大艦隊とのアルマダの海戦に司令官の一人として参戦した。彼は、イングランド最大のガレオン船トライアンフ号に乗って、スペインのガレオン船4隻を撃沈し、この活躍で、ナイトの借位を得た。1591年には故郷に戻り、第1代、ウェントワース男爵トーマスウェントワースの娘、ドロシー・ウェントワースと二度目の結婚をし、ヨークシャーを呼び、 ノッティンガムシャーの王子主となった。しかし田舎暮らしに喜びを見出せないフロビッシャーは、翌年には再び英西戦争に身を投じた。サー・ウォルター・ローリーによる、スペイン海岸遠征の戦断に参加し、財宝と共に帰国した。この戦いで彼は片目を事故で失っている。1594年11月、フランスのブルターニ半島にあるブレストを、スペイン軍が襲い、 イングランドはフランスを支援するため軍を送った。フロビッシャーもブレスト攻略に参加したが、近くのクロゾン半島にあるスペイン軍のクロゾン要塞に対する工場戦で重傷を受けた。彼はプリマスに構想されたが、傷の手当てが悪く、1594年11月15日に死亡した。遺体のうち痛みやすい部分はプリマスのセントアンドリューズ協会に11月22日に、 埋葬され、その他は、ロンドンに運ばれ、セントジャイルズイコールウィズアウトイコールクリップルゲートに埋葬された。ありがとうございます。